イト英雄伝説、空の奇跡さんサード実況プレイパート65をやっていきたいと思います。今回ちょっと、諸事情ありまして普段と違う日程で動画を更新していきます。ちょっと英雄伝説黒の奇跡2なんですけれどもね、ちょっとこちらの事情があって、ちょっと続きを、ちょっとギリギリまでね撮影をちょっと引き伸ばしたいというか撮れない理由がありましてね、ちょっと他の動画で穴埋めしていきたいと思います。まあ、あわよくばね土曜日くらいに公開できればいいんだけど、ちょっと状況がわからないので、はい、あのちょっとね、あのこれの撮影を一番楽しみにしている人が今ちょっと家にいないので、はい、今回は空の奇跡をやっていきたいと思います。さてではね、ファディを編成直してきましたので、この先に進みましょう。妙やな。誰か待ち受けてるとしたらこの部屋かと思ったんやけど。この建物ってこの階で終わりですよね。いや、屋上に飛行艇の発着場がある。念のためそっちも確認してみよう。ないんだ。いいのか、あっちの部屋でいいのか。この奥に進むことができるのかな。あ、ほら、遅かったわね。やっぱり予想通りか。久しぶりね、アネラス・エルフィード。私が帰国して以来かしら。お久しぶりです。今カルバードに行ってたのかね。ケビン神父だったかしら。ここまで来たからにはもうルールは分かっているわね。ええ、察するにあなたが執事さんに続く守護者、次なる領域への道を塞いでいる敵っちゅうわけですな。正解よ。こんな悪趣味な舞台での勝負などあまり気は進まないけれど、まあそこは割り切るとするわ。円月輪、東方武術で使われる左右一対の飛び道具か。これは飛び道具以外にも使うのだけど。後ろがえぐい。なんだ。大都流門下、奥義怪伝、キリカローラン。第二の守護者としてお相手を務めさせてもらうわ。どうやら尋常な相手ではなさそうですね。では胸を貸していただきます。勝負や。後ろにキリカさん、全力で行かせてもらいます。さてと、さてさて、でしょ、遅いかな。行くよ。まず足を落としたいね。
かねえし。私の番ですね。ジーク、お願い。あー、デバフ効かねえわ。行きます。せめて両サイドの牛だけで。え？どう使うの？バーによっては速攻で。クローゼ発動よ。ハイト竜王、猛竜螺旋撃。いって。お任せを。一段階だけでも下げれるよ。行くよ。ただ他の連中には入ってないので。ほら、行くで。行きます。私に任せて。まずこっちへ行きたいな。八王が一刀、見せてあげるね。はあ、私の番ですね。お願い。さてと、みんな頼んだで。お任せください。セイ、行くよ。行くよ。さてと、お願い。さてと、私に任せて。行きます。どうしてから打てないもんな。セイ、私の番ですね。私に任せて。さてと、そこへ行きます。お任せを。私の番だね。ほら、行くで。さてと、気をつけてるから、なんかすっごい低発動する。私の番だね。お任せください。よっ、ほら、行くで。行くよ。さてと、まだいらなそうだもんな。やあ、行きます。私の番ですね。俺の番やな。それ私の番だね。いいね。お任せください。行きます。天の眷属押しますね。もうちょい。
あ、耐えた、よかった。なんとかしないと。あ、範囲にいない、しょうがない。こりゃあかんで。それ危ねえ。ほな、次へ行こうか。もうごまかしきれんか。エスパニッシャー2。やれやれ、鍛錬を怠りすぎたわね。本気を出せばこちらに分があると思ったのだけど。いや、さすがにいっぱいいっぱいですよ。鍛錬を怠ってこれって、ほんまもんの化け物か。お見事です。さて、そろそろお別れのようね。この第六聖槽もこれでようやく折り返し地点。さらなる試練が待ち受けているから、せいぜい覚悟しておきなさい。それでは、またいつの日か会いましょう。はあ、手合わせしたのはこれが初めてでしたけど、容赦ないところはほんとキリカさんでしたよね。再現された人格とはとても思えへんな。さてと、これでやっと次の領域に行けるようになったみたいや。さすがにヘトヘトやし、一旦拠点に戻ってから周遊道の石碑を調べてみよう。賛成。さすがにお腹ペコペコ。よし、じゃあ一旦帰るか。あれ、レンちゃん、こんなとこで何しとるん？な、もしかして次の守護者の予想やな。へえ、技の特性とかあらかじめ見切れとったらだいぶ助かるんやけど。そうね、カジノ王さんの人選はとっても面白いし、次におとぎの国に登場するのはどんな人なのかしら。楽しみね。楽しみって予想してくれるんとちゃうん？あら、そんなことしちゃったらつまらないじゃない。おとぎ話はワクワクするから面白いのに。先ほどから気になっていたのですが、少し不謹慎ではないですか？不謹慎？これまでのやり口から見ても、影の王は明らかに我々の敵です。人格だけとはいえ、影の王に利用されてしまう人々もいるのです。この事態をあたかも子供のままごと遊びのように語るのは少々的外れな見解ではありませんか？リース、お姉さん、どうして怒ってるの？別に怒っているわけではありません。ただ王が敵だというのは我々の共通認識のはず。あのようなものを肯定する発言を認めるわけにはいきません。そういえば、影の王さんは随分と挑発的みたいだけど、お姉さんのイライラと関係があるのかしら。そうね、影の王さんは下方狩りに興味があるみたい。でもお姉さんにもそのあたりの事情はわからない。それで怒っちゃったのかしら。忘れてもらっては困りますね。これは遊びではないのですよ。いくら天才だからといって何でも思い通りになるというのは思い上がりというものです。はいはい、ストップストップ。
人ともその辺でやめなさいよね。レム、リースさんたちにもいろいろ事情があるんだからそういうこと言わないの。それにリースさんも天才天才って言うけど、レンだってあくまで普通の女の子なんだから。おっしゃっている意味がよくわかりませんが。あのね、リースさん、確かにレンは頭がいいしとんでもない力を持ってるけど、だからといって普通の女の子であるのは変わりないと思う。わがままな気分屋でませてて、こましゃくれてて、何でも面白がる癖があって、でも意外と面倒見がよくて他人をちゃんと気遣うこともできるね。日曜学校に通ってるようなごく普通の女の子だと思わない？言ってる。だからレンのことあんまり特別だって頭から決めつけないでほしいの。普通の子として受け止めて、それでも文句があるんだったら存分に言えばいいと思うけど、リースさんの言い方を聞いてると一方的に捉えすぎてる気がして。そうですね、確かに少し一方的な見方をしていたかもしれません。ごめんなさい、レンさん。あら、お姉さん、なかなか素直ね。それでもレンにいろいろと言いたいことがあるみたいだけど。それは当然です。道理を知らない子供を諭すのは年長者の役割ですから。あ、それは私も同感。ここにいる以上レンの保護者は私たちだしね。勝手に言ってればいいわ。ところでエステル、さっきレンのこと日曜学校に通ってるような普通の子って言ってたわよね。あ、うん。それがレンのことをどう思うと別にエステルの勝手だけど、それでも一つ訂正させてもらうわ。どちらかというとレンは教わる方じゃなくて教える方ね。だって博士号を3つも持ってるんだもの。え、な、科学と数学と情報理論、定期的に論文だって発表してるわ。騒がれるのは嫌だから身分を隠して代理人を立ててるけど。はそうなんだ。これはしつけるのも一苦労ですね。にな、という頭脳的な部分が格上なだけにな。さてと、こういうちょっとしたミニイベントがありました。あ、難しそうな本。ああ、いや頭痛くなりそうだからな。次は誰かな。このせ力をつく。大佐、居合の稽古ですか？いや、強い者がたくさんいるものだと思ってね。極みに至るわけでもなく捨てることもできない。私の剣など所詮半端なものなのだがね。ただこうして心を研ぎ澄ますことで何かが見えてこないかと待っているんだよ。そないですか。私の剣こうしてなぜだかは。達人の考え方だからな、よくわからんな。まあ、そう何度も利用できないよな。うん、まあとりあえずアイテムでどうにかするか。
降りないといけないからな。それじゃあ次探しに行きましょうか。やっぱサポーターというかヒーラーというか役割的に抜くわけにいかないから、もし次必要だと言われたらアネラスを抜かなければならなくなるかもしれないな。文字盤が光っており、文章が浮かび上がっている。影の王が告げる。これより先は鉄壁の砦、剣聖の後継者を伴い。ってことはリシャールか。文字盤に手を触れるがいい。リシャールだ。これは鉄壁の砦はともかく、剣聖の後継者っていうのが誰を指してるかは明らかやな。そうですね、継いだという意味ではリシャールさん以外にはいないんじゃないでしょうか。やっぱそうなるか。よし、それじゃあ拠点に戻ってリシャールさんを連れてこよう。ついにリシャールを使う時が来たか。アネラスがね、いきなり強い武器取っちゃったからアネラスをずっと使ってたんだけど、スペック的にはリシャールの方が上だと思うんですよね。3400。はいはいはい。でちょっと一旦この辺を古いのに変えて、1608、落ちててちょっと上行ってるもんな。とりあえずこれでいこう。ケビンもリシャールに、黄曜石の石碑でいいのかなに記されていた言葉について説明した。剣聖の後継者、私が しかし、まあいい、継ぐ資格があるかはともかく、私以外に該当者はいなさそうだ。周遊道の石碑だったか。行ってみるとしよう。よろしく頼みます。リシャールはちゃんとセットしてたっけか。うん、多分大丈夫そう。まあ、完璧とは言えないんですけど、
く。じゃあ、今回はここまでにさせていただきまして、次回その、紅葉石の石碑の向こうに行ってみたいと思います。まあ、初のリシャール参戦ということでね、彼の力を見るのが楽しみですけれども、また次回ね楽しみに出てきましょう。まあ多分ねリシャールをよこすっていうことは、よこすって方に呼ぶっていうことは、多分次のボスはもうほぼほぼ確定かな。はい、まあそんな感じでね、大体もうどういう展開になるか予想はついてますけれどもね、まあ正直これまでもやばかったけども、今回がマジで相当やばいんじゃないかなっていう予測でね、ちょっと引き締めて攻略に臨めたらなと思います。はい、では英雄伝説空の奇跡さんサード実況プレイのパート65、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。